モラーニャは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体、コマルカでカルダスに属する。ガリシア統計局によると2009年の人口は、4411人。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.76%。モラーニャは、ポンテベドラ県の北西部に位置し、コマルカでカルダスに属する。北が、クンティスと、東が、カンポラメイロと、 南が、ポンテベドラと、西がバーロ、ポルタス、カルダスで、レースの各自治体と隣接している。モラーニアのガルガタンス教区には、ラパデガーギャンテンスと呼ばれる、新石器時代のものとされるメムヒルが残されている。高さは192センチメートル、直径50センチメートルで、形状は、底部は四角形の円錐形である。表面には20ほどののくぼみが掘られ、 他にも鋭角状の穴や、線状のものが施されている。自治体主張は、ガリシア社会党の補正 A、A ラスパス、自治体表議員は、ガリシア社会党、4、イーム、3、ガリシア国民党、3、ガリシア民族主義ブロック、1となっている。モラーニャは9の教区に分けられる。ディースヤナージー・グラフコエレストロドでガリツヤボリューム16。 p146 から148、ジゲルプブラケーションス200、2009、ISBN978 から84613582678、パブロスヨネスでエチョデスで1900アスタ1991、シフレスオフィシャルズでロースセンソスリスペクティボース、シフレスオフィシャルズでパブレーシアンリザルトンツゲラ、レビチオンデルパドロンミューニセプル A1 でエネロ。ありがとうございます。